皆様こんばんは。長沢文具センターの竹中です。今日はやっと念願かなって長沢文具センター本社にやってきました。わーということで、今カメラマンの人がエレベーターに乗っておりますので、どうぞどうぞ皆さん入ってこられてます。 ありがとうございます。はい、ここはね、普段オフィスなので、うちのお客様がね来られることは多分ないと思うんですけど、今日せっかくなのでライブ配信しようということでやってまいりました。で、とあるビルの7階に入っておりまして、今エレベーター降りてきたら目の前にジャジャーンっていう感じで、これ結構メーカーさんとかがいつもおーおーって言ってくださるんですけど、長沢文具センターのマット非売品でございます。あ、これ踏んだら怒られるんかな。マットでございますで、神戸インクのねパッケージとかにも書いてある神戸の線画がプリントされていて、で、ここが入り口なので早速入りましょう。30分なんだよね、駆け足で。で、念のため消毒をします。はい、で、ここにこうプププと内線があるので、はい、用事のあるところにかけていただくと、お客様はこちらからご案内させていただくという感じで、で、ぐるっと回るとここがめっちゃ私の推しポイントで、てれーん、弊社オリジナルの過去の限定品の万年筆と一部インクも、ずらりと並んでいまして、めっちゃレアないっぱいあるんですよ。これはどういう順番、どういう順番だ。まずこっちからですね。いや違いますね、こっちからですこっちに2002年の、だから22年前の、創業120周年の時の記念の万年筆ですね。これ、セーラーさんですね。セーラーさんのオリジナル型で、アクリルの削り出しで、こんなパーツも全部で、これ微線あれかな、エボナイトかな、エボナイトっぽいですね。はい、もうもちろん完売してしまってるんですけれども、ちょっとねこういうのが展示されてたりとか。この塩で8万円は安いね。うわ、ほんまや、これ今やったら倍しますね倍しますね。これペン先は通常ペン先ですかね。これはいや、なぎなたとかじゃないんかな、通常ペン先っぽいですね。なぎなたやったらなぎなたって書いてそうですもんね、うん、はい、これが2002年。だからもう私全然入社する前やから全然知らない。永田さんも知らない。知らない、ギリギリ知らないですね。あ、いや、入社した年です。入社した瞬間のやつそんなのいいです。あ、そんなのいい、すいません、はい、で、一つ隣に2003年のこれもすごいな、シルバーリング象牙。これシルバーリングって書いてあるけどゴールドなんですけどね、ということはい、象牙の後ろに象さんもいます。これが当時の価格で、21万円。あ、これがなぎなたですね。あ、永原さんの、ゆきおさんのお父さんの研がれたなぎなたですね。わー、すごい、めちゃめちゃすごい。で、横も、あ、これも、あ、シルバーリングってあれか、キャップリングのあそこがスターリングシルバーになってるんですね、きっとね。わかりますかね、ちょっとねこう、いぶし感が出てきてる。あー、いいですね、綺麗ですね。で、さらに横に、もうめっちゃいろいろ全部言いたいけど、全部言ってたらこれだけで30分経ってしまいそう。このレモンもこれ多分リングのところがスターリングシルバーになってますね。うん、そろそろ磨いてあげたいところですね。で、横もなぎなたとぎがあったりとか、あとこれすごい、ゆい、これグランセですね。こんなんあったんや、これ初めて。しかもペン先もオリジナルの刻印ですね。うちやっぱり風緑の刻印が多いですけど、これ折り鶴です。すごい素敵、18,900円、当時の価格も書いております。で、私個人的にめちゃ好きなのはこれ、この布張りのやつ、めっちゃ可愛くないですか。これサビルローイタリアの高級生地を使用している。で、こうちょっとこうスーツっぽい感じのね、セビロって書いてますけど、スーツっぽい感じのやつ
いいですね。めっちゃかっこいいですね。で、下に、私これも好きなんですよね。貝。これもめっちゃかっこいい。あ、それは何ですか？神戸セレクション。2008年。あ、なるほど。オリジナルのプロフィットですね。で、ペン先がポートパワーみたいになってるんですかね。ペン先の刻印がシュシュッとなっております。見えるかな？見えるかな？どうかな？どうかな？あ、あそこもね、ポップに大きくプリントされてるんで。はい、そんな感じでございます。で、この下も写してほしいです。貝。これね、ボディがこう柄が彫ってあってめっちゃかっこいいんですけど、これね、実はお尻のところが開いてるんですよ。わかります？筒が、後ろ蓋がされてなくて。開くと思うよ。開きます？開くの？開かないです。開かないよ。はい。大事なやつだから。後ろが開いてて、これボディが結構ちっちゃいんですけど、当時今と違ってセーラーさんでミニコンバーターがなかったんですよね。でもコンバーター入れたいっていうので、収まらないなら AE ボディに穴を開けてしまえというので、お尻に穴が開いているという衝撃の万年筆でございます。そんなにね、はみ出してないからギリギリセーフっていう感じで。で、この辺はマドロスとかですね。これブライヤーですね。フライヤーであったりとか。で、その後、139周年の時に出たマドロスもありますね。ちょっと形が変わってるんですけど、さらに隣にブラックマイカリ、マイ、バリカンだ。ブラックマイカルタ。いろいろありますね。で、これが一番新しいやつかな。今年の周年の限定のウルシー。これね、オンラインショップに B だけまだ在庫があるんですけど、あ、そのまま右にずらっと行っていただければ、はい。毎年恒例のキャップレスデシモちゃんが並んでいますね。はい。今年も、完売しました。海岸ストーングレーちゃんですね。あ、これはもしかして竹中モデルも並んでいるのでは？あ、私がプロデュースさせてもらったハモレビ。あれはいないですね。坂山チンディゴはいないですね。育成層は第2弾のゴールドトリムの方だけ。ん？第1弾か。のゴールドトリムの方だけ、ご用意が。ご用意がというか、もうお求めはいただけないんですけど、並んでおります。こうやって見るとなんか、いろいろ、うわ、これもすごい。これちょっとぜひ写してください。133周年。黒垣。すげー。今私のすげーっていう声がオフィスに響き渡ってる気がする。はい。響き渡っています。中で仕事してるから、あんまり大きい声出したら怒られそう。で、あと、阪急さん、阪急電車さんとのコラボで作った阪急マルーンですね。第1弾と第2弾がありまして、両方とも、こっちが受注生産でしたっけ？ギアの方ですね。ギアとギアスリムとあります。あ、あと、めっちゃ人気あったのはこれもですよね。ポスクマ。郵便局のね、ポスクマちゃんのマネスと、あと、インク。これもね、もう完売しちゃいました。いつやったっけ？これ、でも、ちょっと前ですね。2、3年前かな、多分。もうちょっと前かもしれないです。はい。という感じで、こんな感じで並んでおります。で、あ、喋りすぎてハーハーしてきた。あ、一応看板も、ここに看板もあるので、はい。ちょっと私も普段めったに見えひん、限定品がね、いろいろあるんで、ちょっとこう、ドキドキしちゃった。はい。はい、ということで、入るぜ。満を持して入るぜ。よいしょ、どうぞ。で、ここから入るともうオフィスになります。で、ここにですね、うちのオリジナルの商品がずらっと並んでまして、表は、万年筆がメインだったんですけど、ここはインク。これもめっちゃレアなやつ並んでる。これ私知らんやついっぱいあるぞ。これなんだ？ウルーラピス。これは何かの展示とのコラボですかね。一律博物館でやってた、イギリスの美術館ですかね。 The British Museum って書いてるの展示ですかね。と、そうですね。あ、これは覚えてます。わー、だいぶ色褪せちゃってる。ゴッホディープグリーンと、手前はこの辺は今定番であるやつで、これさっきのポスクマであったりとか、あ、わあ、これも懐かしい。オリエンタルブルー。これオリエンタルホテルさんとのコラボでお作りしてたやつですよね。オリエンタルホテルさんでしか販売してなかったインクですね。今は？今は取り扱いはなかった。あら、
で、これはきっとモネだ。あーですよね。モネバイオレット。めっちゃ可愛い。あ、私これ覚えてますね。バウハウス、ドイツのね。もう今は並行しちゃいましたが、ドイツの学校のバウハウスの展示のコラボの分であったりとか、上は今は現行品であるものですね。で、あ、これは先週の配信でおしゃべりしたオノマトペインクちゃん。こうやって並べるとめちゃめちゃ増えてるな。これがね、先週デビューしました。コロコロとウキウキ。インクね、持ってますとか、懐かしい。ゴッホ懐かしい。あ、ありがとうございます。ゴッホ、ゴッホ何年ぐらい前ですか ?4、5年前ですかね。もうちょっと前かもしれないですね。はい、うん。あ、ここに書いてるんじゃないですか。製造の。お、製造17年。7年前。ザワ。ザワ。竹中アルバイト時代。はい。で、あ、これも懐かしいですね。ノルティさんとのコラボのやつ。ジェダイとの洞察。ラピスラズリの性質。いいですね。なんか、シュッとしてる。はい。鉱石がね。はい。モチーフになってます。とか、昔、ああ、昔あったけど今は閉店してしまったソルのお店の限定食であったりとか、わあ、これも懐かしい。サンチカにお店があった時のサンチカポートブルーっていう、これもサンチカの限定食ですね。こんなのも並んでおります。あと、これはあれですね。陸前高田。あ、これね、今もありますね。陸前高田の。頑張ってし、陸前高田。これはお店でしか買えない。はい。オンラインショップで買えない。オンラインショップ買えない。インクでございます。うん、はい。これもね、めちゃ綺麗なオレンジなんで、はい、チェックしてください。で、横に、あ、なんかすごい小さくなって仕事をしている。横に。バッチリ映ってます。あ、バッチリ映ってるそうです。ありがとうございます。横にキップレザーですね。の、これも限定色。これももうないですね。ちょっと色焼けちゃってますけど、これ王子チェリーかな？サンチカがリニューアルした時に作った王子チェリーとか、あ、なんかここにあのホチキスの針があったんでポケットしまっときましょう。これは布引きラベンダーでしたっけ？ラベンダーかな。ね、はい。これももう完売しております。あのね、毎年12月に切符の限定色出るんで、ぜひチェックしてください。で、横にはこれ、私のお気に入りのリテロブック。ほぼほぼレンガ。ね、六方全書ぐらいありそうですね。ノートです。ノートでございます。オンラインショップでもお求めいただけます。で、一筆線があったりとか、あと神戸タータンですね。はい。神戸のタータンチックが並んでおります。並んでおります。キップレザーのピンク買いそびれたやつ再販希望です。あ、ありがとうございます。ちょっと後でね、商品企画のあのこれですね、のではい、ちょっとちらっと行ってみましょう、はい、誰かいるかな。で、くるっと後ろ向いたら実はこのような商談スペースっていうんですかねがありまして、そのね、こういう感じでこうできるんですけど、これこのテーブルすごくて、ここのね、この光ってるところあるのわかります？ここにスマホを置くと、おっと、あ、充電できるんです。充電済みですけど。はい。という素晴らしいアイテムでございます。1000年も、わーってなるんで、ここに置くだけで充電できるという優れものでございます。さあ、では、まず、こちらから、もう誰も、今日はライブ配信するって言ったらみんなもう帰ってしまった。まず、これ、こう映した方がいいんですかね。まずこちらから、CS 部、経理とか総務の部署ですね。はい、あの、お店にいるときは大変お世話になりました。で、今もお世話になっている。で、こっちは MS 部と奥に、あ、NG らしい。今ちょっと NG らしい。金額分はあるから。はい。あ、大丈夫です。はい、あの、外商部ですね。はい、当てております。開業です。はい。はい、あれ、これそこはもう皆さん帰っちゃってますね。なんかすごいたくさんカタログがあります。一体何のカタログなんだ。後で見てみよう。で、もうなんかもう全然誰もおらへん。みんなどこにいたの。で、PS 部ですね、商品開発であったりとか海外との貿易を担当している、あ、一人います。あ、手を振っております。ありがとうございます。はい、あの人は来月ライブ配信出る予定です。はい、
で、ああっちも映したいけど、あれをちょっとまた後で案内してもらおうかなって思ってるんですけど、休憩室がね、こっちにありまして、こんな感じで休憩室もあります。おやつもあります。はい。おやつを映す。ブリコさんお世話になっております。ブリコ、はい、ブリコさんお世話になっております。はい、という感じで、なんかね、社内でなんかいろいろ企画したりとかしてる、こういうのがあったりとか、あ、この人さっき手振ってましたね、この人ね、さっき手振っておりました。はい、いじられております。で、あ、社長、社長いるんかな。ちょっと社長の席に突撃してみましょう。いるかな社長ね、忙しいんでね、あんまりいないんですよね。いるかな、いるかな。ここが、商品企画の、コミック作った竹内の席なんですけど、いない、だいたいいません。今日も神戸の色を探し求めてきっとお出かけしている社長。残念ながら社長も不在です。で、社長のここに、これね、かつて産地下店があった時の産地下の看板なんですけれども、ちょっと前にね、実は閉店しちゃったので、その看板を下げております。で、今社内でね、いろいろ SDGs の取り組みしてるので、みんな個人の目標とかを書いてるんですけど、あんまり映さない方がいいですね。あんまり映さない方がいいですね。はい、薄めのペンで書いてるので、はい、私が後で一人でこっそり読もうと思います。という感じでぐるっと回ってきたので、ちょっとね、実はここの本社なんですけど、ちょっと前にリニューアルというか改装しまして、それを担当した人がここにいるので、星野さん、はい。星野さん、お願いします。お願いします。お願いします。ということで、簡単に自己紹介を、はい、あ、MS 部の、星野と言います。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとなんか身長差ありすぎて、画面がだいぶ引き出さらんと収まらへんかもしれん。はい、リニューアルしました、1年前ぐらい、はい、はい、で、私まだあっちの方とか映してないんですよ、休憩室とかも、はい、あっちもん、休憩室、あと会議室もリニューアルしました。リニューアルしました。はい、じゃあ、はい、行きましょう。行きましょう。すいません、お仕事中。お願いします。お願いします。結構ね、ガラッと変わりましたもんね。結構変わります。特にエントランスは特にこだわったのと、はい、あと商談ルームですね。やっぱりうちたくさんオリジナル商品があって、はい、やっぱ並べて来られた方がこう見て楽しんでもらえるっていうのもやっぱり一つなんですけど、実はここはカーペットの色が地味に変わってて、ここからそっちがお客様ゾーン、ここからこっちが事務所ゾーンっていうので実は分かれてるんです。え、あっちは、あっちは、あっちは一緒、え、こっちも、こっちもお客様ゾーン、はい、え、初めて知りました。実はそういう細かい、みんな知ってます？知らない人もいるかもしれないけど、ここはやっぱり、なんていうんですか、そのこの辺の使ってる家具の色とやっぱり合う、なるほど、床の色、こういうのとかとも合う感じ、はい、にしてます。実はすごい、初めて知りました。どこまで続いてる。はい、紹介室の方は、あ、改装した時に、はい、ちょっと大きめの会議テーブルを入れて、うんうん、これはプラスさんっていう会社のものなんですけど、はい、やっぱこうパソコンで商談し、はい、パソコン使って商談したいなとかっていう要望があったので、お、はい、はい、まあこの辺の、まあ、これはちょっと古いんですけどね、はい、まあ、パソコンとかを使いながら HDMI つなげてみたいなのができるように、おお、なるほど、はい、まあ、ここが説教部屋にならないことを祈りつつ、なんかでも前より広く感じますよね。前より広く感じます。実は前の、実は前の事務所会議室の場所はここだったんです。え、跡が残ってるんですけど、なんか確かに穴みたいなの映りますかね、はい、なんか、あ、穴みたいなのが開いてる。うっすら、まあちょっとの目立たんようにはしてますけど。あ、でもほとんどわかんないですね。でもそれを、ないとわからない。はい。そうですね。で、そこからぐーっとこう、約2倍ぐらいにして、うん、で、多いお客様が来た時も対応、ゆったりできるスペースにしてます。
もうなんか外が狭くなった感じしないですけど、ね、ここが広がった。そうです。それは腕ですね。でこれなんか絵も飾られてるんですよ。これは前から。それはもうあの中の女の子たちにお願いして飾っていただいてる形でしょうか。はい。ね。先代社長の奥様かな。そうですね。あ、うん、はい。先代社長の奥様の絵。うん、素敵、はい。どうしても会議室が窮屈になりがちなんですけど、すごいゆったりな場所にしています。窮屈やし、なんかこう殺伐って感じ。殺伐ってなんかね、見学ツアーしてほしいって。えっ、ここ映画さんお願いします。見学ツアー。ここは、はい、でもこっちの大会議室は基本的にはあんまり家具は変わってないんですけど、床だけ変えた感じですね。前の床どんなやったか全然思い出せないです。もっと明るい、もうほんまにドスタンダードのネズミ色っていう感じだったんですけど、でそれを、まあ、やっぱりこういう家具の色がウォールナットでどっしり系なんで、はい、床は濃い、まあ、シックな感じ、壁と調和がつくように、はい、白と黒でシックにして家具で色をつけるっていうような感じですね。素晴らしい。これは、名前忘れた。エコシルフィー。エコシルフィーって言います。これは特許を取ってる商品、まあ、僕らが取ってるわけじゃないんですけど、ここの、普通、まあ、扇風機とかだと、こう、風がこう、横に出たり、大きく広がって出るんですけど、これはもう、はい、垂直にこう、出るようになってます。じゃあこう立ったらもうダイレクトに涼しくなってます。お、来た。でもちょっとずれると風感じないと思う。あ、来ない。もうすごい。で、これをなんでつけてるかっていうと、事務所って上と下の気温差があったりとかして足が寒いとかってなるので、はい、空気を循環させるための機械です。あ、なるほど。こう行くと下まで回らないから、こう下ろして空気を。そうです。で、こう強制的にこう空気を回して、上と下の温度差をなくすための機械です。まあまあついてますやん。はい、まあまあついてます。お金かかってます。気づいてなかった。気づいてください。毎週来てたのに。はい。なんかこの事務所のここが快適なのはそういうのもあります。ありがとうございます。快適にしていただいて。はい。はい。はい。で、休憩室も行きましょう。はい。やばい、あと5分しかない。急げ。Let's go。いっぱいカタログが、カメラ、監視カメラ、はい、ここはね、個人的にめちゃ変わったゾーンですね。そうですね。わー、さっきもちらっと映したんですけど、はい、もともとうちの事務所は休憩室があっちの奥側の扉の小部屋しかなかったんです。はい、うんうん、場所としては本当にスパンとしてはどのぐらいだろう、これぐらいかなのスペースしかなくて、そこにぎゅうぎゅう詰めでみんな休憩してたんですけど、やっぱりプランニングするものとしてはやっぱり社内のコミュニケーションがやっぱり活性化してほしいっていうのと、やっぱりちょっと気持ちをリセットしてほしいっていう思いがあるので、こういう家具もちょっとおしゃれなものにしてるのと、やっぱ床ですかね、うん、明るいですよね。なんか向こうよりこうパッて感じはしますね。だから事務所は執務する場所とこっちはね、やっぱり別ゾーン で、はい、あとはあえてここの色が違うっていう。あ、これ何なんですか。これはもうこっからこっちでは仕事してくれるなっていう。お最高だいう意味と、あとやっぱりカーペットじゃないんですよね、これ、はい、硬いですね。これは硬い素材を使ってて、はい、でうちの事務所はやっぱり台車を使うことが多いので、はい、カーペットよりもスムーズに台車が押せるっていうのと、あと傷がいった時にも拭き上げたら汚れが取れるとか、水こぼしても全然大丈夫なような素材にしてます。そうですね。パスタもなんか飛ばしたりする人とかいますもんね。全然大丈夫です、はいはい。カップ麺の汁がこぼれようが拭いたら終わりです。ああ、素晴らしいです。確かにカーペットだったらまたもうこうトン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 ってして。そうそう。でそういうのが嫌なんで、はい、メンテ、長く使うためにメンテがしやすいものを設定してます。はい。はい、
で、あっちの奥が実は、倉庫になってるんで、あのちょっとね、映せないですけど、映せないぐらいパンパンです、はい、あのだからここを台車よく通るからっていう感じですね。です、はい、はい、という感じでございます。はい、で、ここはあのうち、まあ、長沢文具センターの本社じゃないですか、はい、で星野さんがやってくださったじゃないですか、はい、これって例えばお願いしたら他の会社さんとかでもちょっとうち中リニューアルしたいねとか、はい、会社を引っ越ししたいからちょっと考えてみたいなとかはやってもらえる、はいはい、もちろんあの喜んで受けてます。で、はい、主に僕らはあの僕らの部署は、もちろん文房具とかの販売とかアスクルとか、はい、たくさんやってるんですけど、はい、一番得意としてるのはこういうやっぱりオフィスのレイアウトサービスとか、はい、プランニングで内装工事だったりとか間仕切りの工事だったりとかっていうのを一番あの得意としてるので、はい、すごく三宮エリア特に僕はずっと中央区でお客さん持ってたのでもう一歩会社を出ればそこら中に僕がプランニングしたお客様のオフィスがあるっていう形です。はい、それって例えばその会社全体じゃなくてその休憩室だけとかその一部だけも OK ですか？もちろんです。おもちろん OK だそうです。ここから仕事してくれるなゾーンを作りたい方はぜひ、ね、はい、お問い合わせいただければって、この仕事してくれるなゾーン、はいはい、でもその会社さんに合わせてこういうゾーンを作ったりとかそのカーペットにしたりとかはそうですね、お星野さんが考えてます。考えあのお客様の要望をもとに、まあ、どういったものを作りたいのか、はい、じゃあそれを形にするにはじゃあどうしましょうっていうのをあのプロとして、はい、あのご案内しながら一緒に決めていく形になります。はい、はい、なんか長沢文具センターって言うとやっぱり文具って入ってるから文房具のやっぱイメージをお客様も持ちいただいてると思うんですけど、はい、なんかそういうこともしているようなので得意です。得意みたい、はい、はい、ということで、それはなんかお問い合わせ先とかがあるんですよね？あ、そうですね、もちろん代表ホームページの方からお問い合わせいただいてもいいですし、オフィスレイアウト神戸っていう、サイトを別で立ち上げているのでそちらからお問い合わせいただければ爽やかな営業マンがご対応しますので、はいはい、よろしくお願いします。笑い、笑いすぎでしょ。星野さん以外にも、ね、たくさんいらっしゃいます。はい、いっぱいいます。星野さん含め、はいはい、爽やかな営業マンの誰かがいる。さっきいっぱい手振ってた人だもん、はい、そうですね、はい、いましたね、はい、いっぱいいますので、はいはい、で、YouTube の方に、オフィスレイアウト神戸の URL つけておくので、はい、それもぜひチェックしてください。お願いします、はい、ということで、質問とか大丈夫そうですか？はい、はい、ではなんか最後星野さんとの対談みたいになっちゃいましたけど、ああもう、はい、ぜひぜひあのうちの事務所に遊びに来ていただくお客様もいるので、はい、あの内覧したい方はお問い合わせいただいてもいいですし、はいはいはい、見学ツアーぜひ、はいはい、ぜひあの来ていただいたら星野がご案内しますので、はい、ということでございましたので、言っちゃった、あ、言っちゃった言っちゃった、やらなあかん、はい、やらなあかん、はい、ということで皆様、はい、ありがとうございました。バイバーイ。来週は東京からだよ。あ、どうした。ありがとうございました。あっという間、ツアーやらなあかんくなる。倍ぐらいになったらね、まあ、どんだけ売ってこいって言われるのか怖いけど、あのその時竹中の配信部屋も作ってください。ああ、ぜひぜひ、配信部屋ね、欲しい。その時は作ってください。スタジオね、スタジオ。ね、はい、やっちゃった。ちょっとね、これ YouTube 載せますか？腕がね。こうやってところ YouTube へ載せる。腕がね。あ、愉快。